演舞開演。どうも、本日はこちらドミノピザのシーザーサラダとトレギサラダを食べたいと思います。あー、結構ボリュームありますね。これは美味しそうだ。ではまずはこちらのトレギサラダからいただきます。全部袋に入ってるんですね。これが今回の野菜ですね。そして韓国海苔。ちょっとこっちじゃないな、こっちだわ。多分これドレッシングですね。うわ、このごま油の香り、いい感じになってきそうです。ではいただきます。香ばしい海苔とごま油が野菜とよく合う。続きましてはこちらのシーザーサラダ。こちらもはい、こちらもサラダは袋詰め。まあこの手は同じでしょうね。多分中のお野菜は一緒なんでしょうね。そしてチーズということで粉チーズ。ピザ屋さんのチーズって期待持てますね。クルトン。わわ、チーズのいい香りが早くも、これは香りを逃がさないためにも早く食べないと。そしてドレッシング、なんかちょっとつぶつぶ感があるんだけど、中に何が入ってるんだろう。ではいただきます。こちらはまろやかでチーズもいい。お野菜はどちらもシャキシャキっとしていて歯ごたえがあってみずみずしくてとっても美味しかったです。そしてそれぞれのドレッシングですが、トレギサラダの方はごま油の香ばしさと海苔のほのかな塩気が非常に野菜とよく合っていましたし、シーザーサラダの方もクルトンの食感とドレッシング粉チーズのチーズの味がうまくサラダに絡んでいました。どちらも個性的ですね。なので美味しいです。どちらのサラダもおすすめできますので総合してこちらの点数をさせていただきました。というわけで炎天を薬でしのぐなりかき氷。かき氷は炎天では薬になるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。